申し訳ないんですけど、多分ですよ、ついてってないと思う。そうですね。あんまりさ、この場だからって、はい、はいって返事しない方がいいと思うよ。多分、中島さん、林さんの話についてってないよな。今のところは黙まてついてている。いやついてってない気がするんだけど、僕。大丈夫かな僕は視聴者の皆さんついてくれると思って、そのくらいで喋ってるんですけど。これ、結構新しいですよね、粗利益の10%っていうのは。だから最近、志願者の方のこの融資投資の書き方が、 結構雑だなっていうのは多いですね。うん,うん。何なんでもう少しちゃんとしてこないんだろうっていうのはありますけど、中島さんの場合は、この差がかなり激しいなっていうのが一つと、なんか売上総利益、カッコ荒リのって書いてあるのがなかなか今までとは違うので、考え方によってずいぶん変わるんですよ、これ。るほどはい。業界によっても変わるし。なんで、売上の何パーって書くか、単純に利益の何パーって書くかという方が多かったわけですね。るほどはい。だそれを、こう書いちゃうと、会社に突っ込まれるって話です、ね。あと、あれでね、